はい、皆さんおいしい、ザックさん使いのアタックです。今回はザクアメイジングの視点となります。さて、なんでザクアメイジングと思いますが、まあ、ザクアメに関しましては、まあ、下方食らったとはいえ、まだ強いっていうところもあったりしますが、まあ、個人的なところで言うと、今強い、攻撃隊、自分でも探していまして、まあ、今のところ、候補として挙げられるのが、ライジングフリーダム、2号だと。で、次 X3、X2 か。あと X2。で、2-0 でいくと、ファラクト。と、このザクアメイジング。で、まあ、1号でいくと、ベルガギロシって言った感じではなっていますが、まあ、一応その2-0を自分結構使ってるっていうのもありますんで、あとは、2-5 の時のシャッフルの、まあ、関係でいくと、まあ、2-5よりかは、2-0の方がいいんじゃないかなって自分でもちょっと、感じていて、今回、まあ、2-0の方をメインで、まあ、固定でも出せる機体を探しました。で、まあ、そうなると、まあ、選ばれるのが2択。まあ、ファラクトと、ザクアメイジンって感じで、やっていましたが、まあ、ファラクトに関しましていくと、今後修正される可能性は、まあ、間違いなく高い。で、あとは、まあ、シャッフルの時でいくと、攻められる時の、アドが、やっぱ、アドというか、リスクがすごい大きい。その、相方リスクの負担がちょっと大きいっていうのも自分で感じちゃったんで、今回、使ったのがザクアメイジングっていう感じですね。まあ、ザクアメに関しましていくと、まあ、攻められるし、攻められるっていうのもそうなんですけど、リアクティブアーマーとか、いろいろある関係で、攻められるっていうよりかは、どちらも守りの方の機体ですね。なので、その関係で、今回自分使ってました。まあ、どちらかというと自分も、まあ、ザク3回使ってるとき、結構守りの方で、200切ったあたりで、守りの方っていうのもあったんで、そういうのもありましたね。あとは、ザカメに関しましていくと、今作から、強化、強化もらったので、クローブとか、あと、まあ、エクバツ時代の、ザカ3回と一緒な立ち回りもできるっていうのもあったので、今回、ザカメの方を使いました。さて、ザカメに関しましていくと、まあ、いろいろと、修正で変わったりとか、していますが、まあ、大きなところで言うと、まあ、特化が、次元強化機体といった感じになっていて、次元強化機、それなりの強さを持ってます。で、あとは、今までの格闘 CS が、N サブに移動したりとか、そこら辺変わったりとかしてます。さて、試合の方ですが、ちょっと2試合となっていますんで、そこのことをご了承ください。さあ、試合が、ザカメアマツといった感じで、バエルフラウロスですね。さあ、ザカメとアマツなんで、まあ、自分攻めながら、アマツにあやみちしてもらうのが一番いいかなと思ってます。なので、バエルにちょっと目向ければいけるかなという感じもあります。さあ、まあ、フラウロスのカットを張りましたが、バエルに差し込んでっていう感じですね。さあ、次元強化入ったんで攻めていきますが、まあ、一発当てて、これは無理して攻めないです。基本的にこんな感じで攻めないです。で、ここから、四角にさせて、行こうと思ってますが、バエルに前メインとか刺されて、あれですね。かなりいいダメですか。まあ、まだ、これでもリアクティブアーマーの影響で、防御 20% 限度もありますんで、かなりそこら辺はいいですね。で、相方に、感じで攻めてもらいましたが、さあ、差し込んで、横角差し込んだけど、フラウロス邪魔入って、さあ、ここでフラウロス落としたいなっていうのはありますね。というのも、フラウロス落とせれば、こっち勝つしかかなりリスク高いんで、さあ、突っ込んできて逃げられるんだよな、これ。そこら辺もやばいんだよな。さあ、隠し技で無理やり、水星モードとリアクティブアーマー回復。さあ、一発当たって、さらに、イスルギに掴まれると。
まあ、さあ、相方が、うまくフラウルトとして、バイルを追っていくような感じですね。さあ、突っ込んで横とく。しかし、当たらなくて、レールが当たってしまって、まあ、痛いダメージ入りましたが、まあ、なんとかなるでしょうって感じで。さあ、さらに、覚醒されて、落ち切って、まあ、相方かなり、減ってるんで、まあ、今度自分が攻めるような感じですね。さあ、一発差し込んで、差し込まれて、さあ、逃げながらカバーリングバストで、フラウルスに差し込みながら、さあ、隠し技ぶち込んで、さあ、そうこうしている間に、アマツが、バイルに、ミラコロの四角からの前突角差し込んで終了。といった感じとなっております。というわけで、今回の実況以上となります。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。